さあ春、始まりましたね、ライムチャンネル、ね、やっと春になったと。そうですね、あったかいですね。でね、この4月から番組 T シャツ一新しました、うん、はい、これね、めちゃめちゃいいよな後ろもこれね、そう、これね、なんかね、うん、視聴者さんにも買えるようにできるみたいなので、インスタグラムの DM に DM もらえればいいかな。あとは片桐がなんかやる処理するやろ、うんうん、ということで4月早々は今回ロケということで、はい、外におります。まあ野良散歩的な感じなんだけど、うん、某吉祥寺のとある場所にある、はい、メダリストサロンといって、メダリストジャパンさんという会社が始めたサロンなんだけど、で、あとアーガっていう浄水器があるんだけど、そこの社長も今日来てて、いろいろ説明してもらおうかなと。この水もまた素晴らしいって、うん、ちょっとお前ほら、乱れてるだろ、私生活が体を少し寝不足に酒に、それでやっぱアスリートにとってうっせえな某MLB の、え、野球ですか。そう、の選手だったり、うん、あとね、NPB の選手もここに来たりとかしてる、ね、で今回ね、社会人野球のクラブチームで、ね、はい、東京メッツのエース格というか、エース2人いるんだけど、おい、ちょっと来いね、うちの東京メッツのね、左のエース2人、このね、2人ともね、春、肩ぶっ壊れて、そうなんだ、正直な感想を言ってくれればいいから、すごくね、ちょっとやってもらおうということで、お楽しみということで、ね、さあ行きましょう、はい、はい、ということでね、10年後さあ春、はい、まずは今回ね、健康にいい体験をしようという、まあロケなんだけど、はい、まずはね、水、水、これ水、すごい水なんだこれ、うん、ということで今回の浄水器をやられてる会社の株式会社アーガの表社長に今回来ていただいてですね、うん、ということで表社長、今日はよくぞいらっしゃいここにたどり着くまでに、大変だったのよ俺いいよとか社長もう本当に今回はありがとうございます。いえ、ありがとうございます。お願いします。そのね、うちにもその浄水器を設置していただいたんだけど、単純にどういうお水なんですか、うん、私どもは3つのコンセプトで水を作るんです、はい、1番目は絶対の安全と、はいはい、安全、逆浸透膜フィルターを使って、はいはい、有害不純物を全部抜いて、ほとんど 90% 以上抜いてしまうということで、安全を第一ということで開発を始めました。で、2番目は口に含んだ時、うん、美味しいと思う。うん、逆浸透膜の水っていうのはミネラルも全て抜きますので、はいはいはい、味気ない部分があるんですけれど、私どもが開発したフィルターを通すことによって67種類のミネラルを加えるということで、味付けもしてあります。ミネラルってそんなにあるんですか。はい、ミネラルは、うん、有機ミネラル、うん、無機のミネラル、はいはい、2種類あります、うん、で、無機のミネラルをいくら入れても健康効果はないっていうのは、うん、医学界は言ってることなんです。市販されているほとんどのミネラルウォーターは無機のミネラルを含んだんです。ミネラルウォーターの定義は、うん、4種類以上のミネラルが入っていればミネラルウォーターとして販売できるっていうことです。あー、なるほどね、はい、そんだけ数あるけど
定義としては4種類でいいんだ。はい、うん、で3番目のコンセプトは、はいはい、病気を予防して改善する、うんうん、安全で美味しくて健康効果があると、この3つが揃ってるのが理想の水じゃないかと。まあそうですね。もともとだって高濃度水素ってあの医療に使ってますもんね。はい、あの私が水素が体にいいって聞いたのは約30年前なんです。そんなに前なの？その時はアメリカから聞きました。はい、あの潜水病の治療に水素ガスを吸わせるというのはから私に情報が来ました。その当時どうして水素がいいのかっていうのは解明されてなかったんです。でも10年ちょっと前に水素が活性酸素を取り除くというのが学会誌に掲載されてから水素っていうのは広く認められるようになってきたんですよね。水素ガスを水に溶け込ませたものが世界の医学会が健康効果を認めている水素水になります。はいはいはい、電気分解した水と私どもの水っていうのは分解式が違います。化学式っていうの自体が、はいはいはい、で水素を電気分解するとブクブクと泡が立ちます。泡が出てきてパチンって消えた時に、うん、ここには水素は残ってないわけです。ああそうですよね。あ抜けちゃうんだ、うん、上に上がっちゃうんだ。そうしますと、うんうん、残ってる水なんですかってことなんです、うんうんうん、ただの水だただの水だったらいいんですけれど残ってるのは OH ってことになるんです。はい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 、はい、OH がたくさん入ってるんです。え OH って何なんですか？一番悪い活性酸素。あですんで、うん、一番悪い活性酸素がたくさん入ってる、うん、水を飲んでどうして健康になるんですか。なるほど。で国民生活センターが発表したのは、うん、電解水 の, あのボリュームを上げて水素濃度を上げた水を飲むと、うん、体内の活性酸素の量が増えるということも発表されてるんです、うん、ですので7年ぐらい前に水素の健康効果はないということをマスコミが見ました。なるほどね。実際水素なんか入ってないのに、はい、それが水素水だからそれを飲んだら活性酸素が増えちゃって健康にならないみたいな、それで苦情がいやたくさんいったわけです。私も抜けちゃうってイメージでした。はい、ですので本物っていうのは数少ないです。で結局社長のところのその浄水器っていうのは電気分解ではなくて、まあ、特殊な技術で水に水素を溶け込ますことができるっていうことなんですよね。水を分解 しまして、うん、水素ガスと酸素ガスを作り出すわけです。はいはいはい。で、あのできた水素ガスだけを水に溶け込ませる。で、じゃあ酸素はっていうと機械の横から放出されるようになって、ですんで酸素マスクを買っていただいて横の穴に差し込んでもらうと、うん、ちょっと疲れたなという時は酸素吸引もできると。わーすごい。私どもの水をこのコップ半分飲んでいただくと、うん、だいたい3分で血液が固まってるのが、うん、離れると、うん、筑波の職員総合研究所でも、はいはいはい、実験やってもらいまして、あのそういう結果は出てるんです。で、うん、あの血液をサラサラにするっていうのは水素じゃありませんので、はいはいはい、これマイナスイオン効果なんです。へー、よく眠れるっていう言葉も全部マイナスイオン効果なんです。んー、まあ、いろんな業者さんは水素は万能だってことを言います。でも私は水素は万能ではないってことを言います。ですので
私どものパンフレットとか資料には水素は4番目に書かれてなるほど。じゃあどういうその水筒、水筒じゃないけどアルミ缶のコーヒーなんか売ってるじゃないですか、はいはいはい、あれに盛り上がるまで入れてキャップ閉めてもらって、はい、封さえ開けなければ2年経っても水素は入ってます。それも全部実験やってる。へー、すげえ。昔でいう、 こう魔法瓶的なやつでもいいんですか。ああ、それは大丈夫ですね。あとね社長、俺ほらもう設置して毎日飲んでるんであれなんですけど、はい、めちゃくちゃトイレ近くなるんだけど、あれはデトックスってことです。あ、そういうことなんですね。はい、腎臓の機能が良くなるから、良くなって体内の毒素をおしっこで排出するってこと。ご飯とかでも、はい、この水で作った方がいいんだって。へえ。よくお客様からおっしゃっていただくのは、うん、二日酔いしなくなったって。なるほど、はい、飲みすぎたら一緒なんだよ。あの浄水器ね、何がいいってね、うん、要するに冷たいお水と90度のお湯が出てくるんだよ、うん、カップ麺がすぐにあお湯がすぐ出るから。普通の浄水器みたいなのってさ、なんかこう送られてきたやつをこんな置いてやるじゃない、ね、うん、じゃあ水道水を引っ張ってその中で循環きれいにさしてっていうやつだから、よくよく考えたら安いの。1日600リットル作りますから、うん、なってます、うん、だからね、もうぜひともご興味のある方はお問い合わせは愛子さんのオフィスに。問い合わせ先もちゃんと概要欄に載せるの で、ね、分かりやすいよね、ぜひみんな健康になろうぜ。ということでこの後はですね、また別の体験をしたいと思いますので、はい、うん、株式会社アーガの表社長さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。アーガはこれからも水素水サーバーの開発を通して高濃度水素水で健康な未来に貢献したいと考えています。プレミアムな水であなたと大切なご家族を守りたい。バイバイ。それがアーガの願いです。さあ、ハル、はい、次はね、水の次はね、温熱のなんかこう、あるのよ、はい、で、社長、はい、お願いします、はい、失礼します、簡単に、あ、はい、はいはい、メダリストジャパンの社長の森川社長、はい、森川です、はじめまして、よろしくお願いいたします、はい、もう、すごいよね、これそうですね、素晴らしいというか、はい、すごいというか、詳しい話はまた後でゆっくりと聞かせていただきたいと思いますので、はい、まずはうちのアシスタントのハリーにどんなもんなのかというのを体験していただこうということで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、この電子温熱器の一番の特徴はここから多量の電子ができて出ているというのが特徴ですね。こういう、はい、この電子で、体を温めるというのがちょっと乗ってみてください、はい、でよくこういうテストして、はい、で指をしっかりかけてね、はい、取れないで上から押します。だけどダメでこういうので、で前の方もやってみましょうか、はい、よくねこういうのをテストします、はい、これと全然もうこういうね押しただけで、これってやっぱりこういう状態じゃないんです。本当は健康だったりしっかりパワーが入る。じゃあここに寝てみてください、はい、この足の裏から今電子を入れます。なんとなくあったかいでしょ、うん、ね、ですからこの電子がいっぱい入ることで細胞が元気になっています。はい、でほんのちょびっとでしたね、ほんの1、2分でしたよね今のね、はい、
はい、なんかふわふわしました。どうですか、力入れてみて、僕もちょっとどうですか、ほら、えどうですか、見て見て、お父さん、えどうですか、はい、加減しないこの前どうですか、ほらさっきより体感がめっちゃいい気がする、うん、すごいでしょ、ほら、うん、ね、こういうことすごい、ね、さっきよりどうぞ元気になりますでしょ、元気、これが電子の力なんです。なるほどね。いや、ちょっとね、こっちだ、うん、何やるんですか。ところで、いろいろ体験をしたけど、春どうだった？力持ちになりました。まあそういうところで社長、はい、あのなぜあんなかん、あんなに簡単に短時間で人間の体があんなに変わるのかっていう。僕もそんなにめちゃくちゃ詳しいってわけではないんですけども、うん、基本的に人間の体っていうのは、うん、まあプラスとマイナスの集合体だと、うん、そういう部分からいくと、まあプラスが多くなった時に体が酸化する、うん、老化していく、うんうん、で一応それが今の段階でややマイナスが多い方が健康であると、その中から、ああいう電子を体に入れたら、うん、電気と違うんだ。まあ電気と、うん、電子っていうのはほぼ似たようなものはあります、うん、でもプラス電気っていうものを入れてマイナス電気ですよね、うん、なるほど。だからそのうちの、マイナスの電気、電子だけを今回は、うん、体にこう入れることで、こういったパワーが出たという部分なので、うん、そういった部分では本当にこれから電子っていうものはめちゃくちゃ注目されてくると思います。うん、はい、例えばですよ、プロ野球で試合前に打席入る前にこれをやってって打席入ってったら変わったりもする感じはあるんですかね。まだ誰もやってないですけど、うん、いや今ふと思ったのよ、あんだけこう、はい、一瞬ですもんね、一瞬でグッていう力がこう出せるようになるってことは、うん、今まで以上にいいパフォーマンスができそうな感じもありますよね、うん、それはやってみたいとは思ってますだよね、はい、また一回検証してみたいですよね、はい、そうですね。プロのアスリートも目を向けてきてるっていうのがやっぱすごいですよね。そうですね、電子浴びるだけでね、うん、本当にまあ、体を温めるということはいいことなので、うん、それでね、怪我が早く回復するというね、うん、実例も出ていますので、うん、まあ本当にそういった怪我で早く治したいっていう人は、うん、そういう電子を浴びにね来ていただければね、はい、あれですよね、沖縄にも今度、そうですね、沖縄とか千葉とか、ああ、はい、八王子、この間沖縄にね新店舗が、そうですね、で今度静岡にも沖縄、ああ、そうだ、5月からオープンしますんでね、沖縄の皆さんもぜひともね、うん、行って体験してください。これね、なんかの絵じゃつね伝わらないかもしれないけど、体感したらよくわかるまあね、うん、親父ギャグ的に言えば、ほら天使の輪ってあるでしょ、はい、天使の輪っていうね、ああ幸せ運ぶ、ああやっぱり幸せ運ぶ、これからは電子の輪どうですか、あ、受けた受けた受けたいや本当にそういった形でね、うん、なんか本当に貢献できればと、うん、ただ実を言うとあれは瞬間的ですけど、うん、うちもこのね24年間このアミノ酸も実はこれがもうこれがこれから社長にお聞きしようと思ったので、ここにいっぱいなんか並んでて、なんかゴリラでこれ清宮選手がダイエット指令が出た時に痩せたという、でこれ清宮選手がもうイケメンにすごく綺麗で、これですよ。あとなんだっけ、これ、これはスーパーアイといってですね、うん、これは今度5月から全国のウェルシアドラッグでも販売です、そうですね、スーパーアイといって目がくっきり数分で視力が
回復していくのをサポートしまして、スーパーへ。そしてこのゴリラっていうのは、うちはね、あのアニマル理論って、あの実はこれ以外にもチーターっていうのがあるんですけど、うん、実はチーターっていうのの筋肉を調べさせていただいて、聞いたことがありますか、 EA アミノ酸っていう、うん、必須アミノ酸ですね、うん、それの配合のバランスが、ね、瞬発力にあるもの、パワーがあるもの、持久力にあるものっていうのは違うんですね、うん、水泳の人がね、チーターと同じような筋肉だっても速くならないので、バショウカジキっていう筋肉を調べさせていただいて、バショウカジキと同じ筋肉の配合率で作っているへ、はい、考えてんな、はい、うちは姿勢としては全部1回買ってもらう前に無料サンプルで試してもらって、納得してもらってと、ことになってますので、あの非常に買いやすくなってるかな。ぜひとも皆さん、あのメダリストジャパンで検索していただければ出てきますからでも楽しかったね今日は。なるほどです。だから本当に、うん、でこれからの時代っていうのはね、うん、ちょっと、まあ、僕的にまとめさせていただけると、うん、まあ年齢もねいっぱいやっていくし、あのこれからの時代っていうのはね、本当にアミノ酸とかクエン酸、そして何といってもおっさんの力ですよね。まあね、うまい、うまい、やるんだったらアミノ酸、クエン酸、これからはおっさん、一緒にやってくださいね。やだまあね、ということで、はい、ぜひ皆さん、概要欄見て、ね、チェックしてもらって、チェックしていただいてね、はい、みんなで健康になりましょう。じゃあ最後やりましょうか、アミノ酸絶対やめよやめやめ俺たちダメだったようではい、ということで皆さんありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもまた次回ね、はい、どうも。でも、さっきはどうですか。そうですね、そう要はもう、ほら俺もチェーンです。ほらこういうこと